はい、皆さんどうも、なるみなのかです。今回はアークザラタールを振り返りつつのんびり喋っていきたいと思います。なお、今回の動画を作るにあたって質問箱にて雑談のお題を募集いたしました。送ってくださった皆様、本当にありがとうございます。せっかくいただいたので、ご紹介するお題は小宮真央さんに読んでいただきました。今回はいただいたお題をピックアップしてご紹介しつつ、アークザラットシリーズのネタバレ前提でのんびりとおしゃべりしていきたいと思います。たくさんの動画ありがとうございます。第1作目から途切れることのない深い愛情を注がれたアークザラットシリーズに対する思いをお聞かせくださいませ。私は R しかプレイしていませんが、1作目のエンディングを動画で見て、さらば宇宙戦艦ヤマトのようだと感じ、 R にも引き込まれました。こちらこそ動画をご覧くださりありがとうございます。 R のプレイヤーさんはもともとシリーズファンだった方が多いこともあって、こういう風に R から楽しんだ方もいらっしゃるというのを聞くと、なんか嬉しくなりますね。そしてアークザラットシリーズに対する思いということですが、まず私がアークザラットを知ったのは、子供の頃に友達の女の子の家に遊びに行った時で、ちょうど彼女がアークザラットやってて画面がつけっぱなしだったんですよ。それが豊受家の森の恵みの精霊がいるところで、森に生えてる草の緑色がとっても綺麗で、ああ、このゲームやりたいって思いました。自分で実際にゲームを変えたのはそれから少し経ってからで、その時点で友達からアークの1と2が続きものでセットだって聞いてたんで、まとめてプレイしまして、自分で実際にプレイして初めてゲームの中の世界の広さに衝撃を受けました。各地の空港で飛行船に乗ったり降りたりっていう演出が入るんですが、それがいい。で、アークの世界の場合、少なくとも3000年。もしかしたら、もっともっと古くからいろんな生き物が暮らしていて、それぞれいろんなことを考えて生きてるんですよ。パーティーメンバーだけじゃなくて、いわゆるその他を大勢にあたる街の人々が必死に生きてるんだぞっていうのを感じ取れたり、広がる世界、時間の流れというか歴史の積み重ね、全部ひっくるめて、アークザラットの世界にはまりましたね。あともう一つハマったのが、ウマリア文字をはじめとする独自の文字。ノートにひたすらメモしては、家にあった英和辞典片手に解読してたのを覚えてます。解読できると、その文字を使ってる人たちのことが少し見えてくるんですよね。それと合わせて、人々の話とか、攻略本に載ってるイラストとか、やたら詳しいアイテムの説明文とか合わせて考えると、たまにピースとピースが噛み合う瞬間があるんですよ。3000年前の七勇者関連も面白かったですね。あと、これは多分少数派だと思うんですが、個人的にアークザラットと切っても切り離せないのが、なんといってもピエール・ベロニカですね。初めてアーク2のピエール・ベロニカのイベントを見ての感想は、一言で言うと、本当なんじゃこりゃっていう感じでした。なんか、妙に気に入っちゃったんですよね。アーク2にはピエール・ベロニカが出てくる仕事が3つあるんですが、その直前で止めたセーブデータを作っておいて、時々見返してました。あいつはね、何でも一生懸命なんですよ。ネクロマンサーとして研究に没頭したり、ドールマスターとして人形を作ったらそれが割といい出来だったり、あと出家したらなぜか怪しい男たちの信仰を集めまくっちゃったり、一生懸命何かをやって毎回それなりにものにはするんだけど、どういうわけか本人が意図しない方向で斜め上のトラブルを巻き起こすっていう、天性のトラブルメーカーとも言える存在なんですが、なんかあいつ見てると他人と思えないんですよね。うまく言えないんですけど、ピエール・ベロニカに会うと不思議と元気をもらえて、毎日いろいろ大変だけど、今日のところは美味しいもの食べてしっかり寝て、明日からはできる範囲でちょっと頑張ってみようとか、
そういう前向きな気持ちになれるんですよね。そして最後には洞窟でひっそり研究しつつドラゴンの面倒を見るという落ち着いた姿を見せてくれるっていうのもポイント高いですね。これは自分の思い込みかもしれないんですけど、ピエール・ベロニカに会うためだけにアーク2を起動した回数だけで言えば、全世界のアークザラットプレイヤーの中でも私トップクラスじゃないかと思ってます。それぐらい人生の節目節目にピエール・ベロニカに元気をもらってきたおかげで今の私がありますし、私にとってのアークザラットのうち間違いなく何割かはピエール・ベロニカで埋まってますね。だから R でワンシーンだけですけどピエール・ベロニカに再会できた時は本当もう嬉しくてスクリーンショット撮りまくりました。アーク2のエンディングがあんなことになって、その後のシリーズにピエール・ベロニカって一切出てこないんですよ。 R の時点でまずあいつが生きてるってことが素直に嬉しかったです。もう欲を言うならプレイヤブル化して声ついて、わし怪しいかとか聞いてみたいような聞いてみたくないような気持ちもありましたけど、まあね、アークゾラットの中でピエール・ベロニカは本当に脇の脇ですからね。 R の世界でも生きてて相変わらず元気でやってる姿を見せてくれただけでも十分っちゃ十分なんですよね。あ、そう、マグマスタジオさんのイラスト企画でアークアル時点でのピエール・ベロニカの日常をなんと林博さんが描いてくださったんです。いやー、もうこのイラストが素晴らしくって、なんといってもね、表情がいいんですよ。その自分の部屋っぽい場所でピエール・ベロニカが本当に楽しそうな顔で人形を作ってて、あと、あ、もうこいついつも作ってんだなーって感じで、いい感じに部屋にいろんなものがあって、あのイラスト見た瞬間、あー、私アークザラット好きでいてよかったなーって心から思いましたね。ナノカさんのアーク R のここが好きという部分を教えてください。今までのナノカさんの動画を拝見しているとストーリーを推しているということは存じ上げているのですが、特に思い出深いストーリーはこれ、またはストーリー以外にもここが好きというものがあれば、同じアーク R ファンとして共有していただきたいです。ちなみに私はストーリーも好きですが、大好きなアークザラットのキャラをまた動かせるという喜びが何より大きかったです。それと戦闘システムのオートスキルの存在が特に好きでした。もしアーク R にアクティブスキルしかなければ、私は強い攻撃だけ使っとこうとなりそうですが、オートスキルのおかげでこれとこれ組み合わせたら面白いじゃんとシナジーを考えたり、バフ・デバフキャラ立ち位置工夫するだけでめちゃ使えるねと戦略の幅の広がりを感じたり、編成を考えるだけで楽しめました。オートスキル面白いですよね。クエストのマップとか敵の並び、ボーナスの条件とかを踏まえつつ、キャラや装備の組み合わせや立ち回りを考えていくのは本当に楽しかったです。だんだんキャラが増えて、その分個性的なスキルが増えていくにつれて選択肢は増えるけど、装備やキャラの枠が限られているからこそ削らなきゃいけないことも増えてって、考えることが積み上がっていくんですよね。ちょっと装備を変えるだけで奇跡的にピースが噛み合う組み合わせを発見するとすごく嬉しかったです。私の場合、サービス開始から少し経った頃にようやく R のバトルの面白さに気づいたんです。当初はオートモードの動きがかなり特殊だったんですよね。ある瞬間なんとなくその動きの法則が分かってきて、まずは遺跡をフルオートで周回するにはどうしたらいいんだろうって考えているうちに、いろんなキャラの組み合わせに可能性があるのに気づきました。特に Q オートはキャラの動きが直感的じゃなかったからこそ、敵を同時撃破するには工夫しないといけないことが多くって、それも飽きずに済んだ理由だと思います。ただあの Q オートは特殊なんで万人受けはしないだろうなぁと、だから残念な気持ちはあるけど回収して本当に正解だったと思います。オートが回収された結果直感的に動くようになったんで、オート構築の難易度が下がりましたし、
編成に選択肢が生まれましたね。そしてアークシリーズのキャラを動かせる喜び、これも本当にそうですね。 R の好きなところで言うと他にもいっぱいあるんですが、バトル中の動きやスキルにそれぞれ個性があるところ。例えば前方一マス攻撃しかしないからオートで動くととにかく敵陣のど真ん中に突っ込みたがる突手とか、ギラー様が大好きすぎて忠誠心だけで敵から受けるダメージを大幅にカットしちゃうマティアスとか、スキルの効果とそのキャラの性格に何かしら関連性を見出せた瞬間はもうニヤニヤしちゃいますね。それから詳細画面でキャラの 3D モデルをグリグリっと動かせるところ、いろんな角度からキャラを眺められるんで、新しいキャラをお迎えしたり進化したりした直後とか、バトルそっちのけで衣装変更と詳細画面での 3D 鑑賞だけをしてる日とか結構ありましたね。そしてアーク R で一番どこがいいかって聞かれた場合、私の場合はこちらで書いていただいた通り、一言でまとめるならストーリーって答えると思います。そのストーリーっていうのは R の本編であるメインシナリオだけじゃなくて、イベントやキャラクエストやちょっとした説明文や、それと今まで続いてきたたくさんのシリーズ作品で描かれてきた数えきれないぐらいたくさんの物語の積み重ねでもあるんですよね。 R は定期的に更新される作品だからこそものすごく情報量が多かったと思います。もちろん情報量は多ければいいってわけじゃなくて、多いからこそ今までの自分の解釈とは相入れない情報に悩むこともありましたけど、それでもやっぱりこの世界で紡がれるストーリーが好きなんですよ。だからなんだかんだアーク R で一番好きなのは、こうやってアークザラットの世界の物語の続きにどっぷり浸からせてくださったことだと思います。残念ながらメインシナリオはラスボスを倒すことなく未完となってしまいましたけど、 R 自体のラストは言うなれば初代とかのオマージュっぽい部分ありましたからね。私もツイッターでフォロワーさんに教えていただいて気づいたんですが、 R の6章6幕で発進するシルバーノアを見送ったと思ったら、背中からサプライズでオフライン版が来たっていう流れ、まさにアーク2で過去のククルに会いに行った時と全く同じ流れっていう。あとはこれで R の続編となる新作が来てくれれば完璧ですね。確かにどれも気になる伏線ですよね。個人的には物語を未完という形で未来につなげるために、あえて伏線を回収せずそのままにして終わらせたような気がします。これを全部語り始めると長くなりますし、今回一つだけピックアップするならワイトについてでしょうかね。ワイトを含めるイニシエの七勇者、現代では3人がハルトたちの味方、3人が改ざん者側、そして残るグラナダは登場していません。でも改ざん者側の3人は別に心から改ざん者についていってるって感じはしないんですよね。バルダもノルも自分の信念や思いを貫こうとして結果的に改ざん者側に丸め込まれたような雰囲気ですし、ワイトはワイトで言葉数があまり多くありません。実質 R のラストバトルとなった6章6幕の戦いの時もハルトたちのことを見定めるとしか言ってませんからね。多分何かしら理由があって改ざん者に協力する立場を取っているんでしょう。ここで思い浮かぶのが、そう、グラナダ。クキ渡り前日談でもワイトと共に描かれていましたし、何よりククルとアークとの関係もあります。ワイトの行動には何かしらグラナダの現状が影響していると見ていいでしょう。というわけでグラナダの現状が分かれば、ワイトの目的もおそらくおのずと明らかになるはずです。それと、ワイトが敵か味方かということですが、最終的にはワイト含め、イニシエの七勇者全員が味方になると信じています。これまでのアークザラットを考えると、その道以外絶対にありえないと思うんです。それに、サービス終了後に追加されたお話、ハテナハテナハテナは、
最終決戦前を切り取ったエピソードだと思うんですが、この中でもハルトが七勇者がついていると言っています。もちろんついているというだけじゃ具体的にどういう形なのかはわからないんですけど、少なくともバイトは何かしらの形でミツハやハルトたちに寄り添う味方としてのポジションでまとまりそうな気がしています。アークアールのラストについて、あのラストは正直いろんな意見が分かれるでしょうし、そうなっても仕方ない展開だったと思います。オフライン版で追加ストーリーがあったとはいえ、どうしても未完であること自体は否定できないですし、回収されていない伏線もいっぱいです。でも私個人としてはストーリーっていう面だけで言えば割とスッキリしています。少なくとも R の主人公の一人であるハルトの物語というのはかなり描き切ったと思うんですよ。本編開始前の出来事があって、ミズハに会って、いろんなことを通して成長して、闇落ちしてしまった仲間であるバリオを救って、そしてお姉さんも救った。特に序盤から5章のラストにかけて、最初は他人の言葉なんか聞きもしなかったハルトが、だんだん周りの人々やミズハに影響を受けて成長して、そして序盤からの宿敵黒騎士を倒すまでの盛り上がり、あれは面白かった。リアルタイムであの一連を追いかけて楽しめただけでもすごく見応えがありましたね。でも R の主人公はハルトだけじゃなくミズハがいます。物語の中心が徐々にハルトだけじゃなくミズハにもスライドしていって、だからこそ6章のあのタイミング、しかも時渡りを途中にして終わってしまうというのは本当にもったいないですね。でもこれはあくまで私の勝手な想像ですが、終わろうと思ったら6章4幕のククル救出とアークの復活を見届けた後ぐらいのタイミングで4幕の終わり、もしくは5幕としてそれっぽいラストを作って終わることもできたはずなんですよ。サービス終了発表のタイミングとどのあたりでサービスの終了が確定したかを考えると、おそらくあのあたりでは軌道修正できたような気がします。だけどあえてそこで完結させず、サービス終了の10日前まで新たな物語を詰め込みに詰め込んで未来へ続く方のラストを選んだ。開発側の作業コストとか考えたらそっちの方が絶対に大変だったと思うんです。でもその道を選んでくださったからこそ、6章5幕のアーク一家での戦いや6章6幕のアークとエルクの再会、そして壮大な時渡りの物語の断片や各地のみんなのその後の方向性を見ることができたわけで、私としてはこのラストを見せていただいたことに感謝しています。強いて言うならポコとアーグとの再会は見たかったですね。一つ前のお題の特に思い出深いストーリーはこれという内容にもつながるんですが、私イベントクエストのストーリーの中で一番好きなのがポコのキャラクエから明日への行進曲へ続く流れなんです。あとは初代アークからのアーク2の間とかを描くロード・オブ・メモリーズ、ここで描かれるエピソードを考えつつ明日への行進曲をプレイすると、これがねもう心をえぐりにえぐってくるんですよ。で6章4幕のアーク復活、もうここにポコがいてほしかった。もちろん描かれてなくても後でアークに再会した時ポコなら絶対こういう反応したんだろうなって想像はできます。でもやっぱり見たいじゃないですか。それと記憶浄化、チョンガラの幼少期であるガラッハは本当は記憶浄化のキャラだったとのこと。チョンガラってヨッシャーとか召喚獣とか遺跡とかアーク世界ならではのいろんな要素と深い関わりがあるんですよね。そんなチョンガラの記憶浄化、面白いに決まってます。もう私としてはそういうのくださいっていうののまさにど真ん中で、いやー見たいですね。これだけでも今からどうにか見られないかな。あと6章の習慣圏のもろもろ、
シュウの目がどうしてああなったかってのがゲラーのセリフで判明したり、シュウが裏で暗躍してマーシアやルッツを巻き込んでたのが判明したりとか、特に6章のシュウ周りは新たに判明したことが多すぎるというか、それまでのメインシナリオじゃあまりなかった感じの詰め込みっぷりな気がします。まあ、あのあたりの公開時は復刻イベントがやたら多かったことや、6章2幕以降妙にメインシナリオの更新スピードが上がったことも相まって、ちょっと嫌な予感がしてたんですよね。で、サービス終了日に小山さんのツイッターで週の記憶浄化っていうワードを見て、あー、もしかしたらそういうことかなーってなんとなくしっくりきました。週の記憶浄化、もしこのお話が実装されてれば6章における違和感のかなりが解消されてたような気がするんですよ。見たかったなー。他にもいろんなキャラのもっとこういうの見たかったとか、やっぱり時渡りやメインシナリオはちゃんと最後まで見たかったとか、インタビューで語られてたはずのあの物語も見たかったとか、クロイツやコンラートの8月計画って具体的に何なのか、何がきっかけでそんな壮大な研究を始めたかとか、そういうのを考え始めると止まらないんで、やっぱり R はここで終わるのもったいないですね。できることならいつの日か続きを見たいです。アーク R をプレイし続けていて良かったと思った瞬間を教えてください。いっぱいありますね。プレイし続けていて良かったと思う瞬間、絞りに絞って3つだけ挙げるとすると、まず1つ目はチョン柄のいろんな表情を見られたことです。アーク3のチョン柄はいわゆる廃人状態なんですよね。これはノルに関係しているらしいっていう話も聞いたことがありますが、たとえ理由があったとしても、一緒に冒険してきた大事な仲間のああいう姿ってやっぱこうちょっと見ていられないというか、なんというか。チョン柄は初代や2であれだけ元気でしたからね。3をプレイしているうちにどっかでチョン柄復活イベントがあるんじゃないかと期待してたんですが、結局なさそうな感じですし、だから R でチョン柄が元気そうで、なんと王様になってる上ちゃんとプレイアブルキャラの一人で、しかも遺跡といえばチョン柄ってこともあってドアップの特別演出まであったり、エイプリルフールには特別イベントが来たりとすごく優遇されてるし、ストーリーの中でもチョン柄って序盤から群を抜いていろんな表情があるじゃないですか。そして6章4幕アークの復活を見た時の泣き顔ももちろんですし、なんといってもルッツと2人並んで笑顔を見せた瞬間、アーク3のチョン柄があの状況だからルッツと並んで笑うなんて3の時点ではありえなかったわけで、あのツーショットを見た瞬間アーク3でのチョン柄に対するやるせなさみたいなのが全部吹っ飛んで、本当アークRやっててよかったと思いました。2つ目はエルクたちと帝国軍の面々とが結果的に協力に近い体制を取ると決めたシーン。 R の中でどうしても感情移入しづらいと思う部分の一つにガチャがあるんじゃないかって気がしてます。100歩譲って味方側のキャラが出るのはまだいいとしても、なんで敵である帝国軍のキャラがガチャで出るんだっていう。最近のソシャゲでは当たり前っちゃ当たり前ですけど、 R のストーリーを考えるとちょっとそう言いたくなっちゃうんですよね。正直イベントストーリーもかなり帝国側に偏っている時期もありましたし、感情移入しやすいかしにくいかで言ったらしにくい方だったんじゃないかなって気はしてます。でも結果としてそれらが全部6章のエルクたちとゲラーやグレーゴルたちとの共闘につながる伏線であったという、あの展開はもう痺れましたね。3つ目はミズハを可愛いと思えるようになったこと。 R のヒロインであるミズハって言葉を選ばずに言うと登場が最悪だったと思います。その後もいろいろ引っかき回すし強気だしってことで、個人的には好きになれるポイントがなかなかありませんでした。だけど物語が進むにつれてミズハがすごく成長していくんですよね。あと序盤のミズハは
ハルトを助けるためだけに必死だったからこそ、周りが見えていなかったってのが分かってきた。ミズハはちょっと不器用なんだなぁと。で、ハーフアニバーサリーの届けマイハート、ハートウィルイン。あの二つのイベントが、ミズハって可愛いんだなぁって気づくきっかけだったと思います。そっからは、時々見せる可愛さがね、なんか微笑ましくて、すっかりミズハのことを好きになってましたね。そして、R 公式のツイッターで、サービス終了後に公開されたビデオメッセージ。あのミズハは、もう文句のつけようがないぐらい可愛かったと思います。こんばんは。僕は選抜 YouTuber の企画でなるみさんを知りました。ランキングイベントで心が折れて一度アークアールをアンストしたけど、偶然見た YouTube の動画でなるみさんがトッシュをステータススキルの性能の数字だけじゃないところで語っているのを見て、アーク2を思い出して復帰しました。復帰後すぐに追いつけたのはなるみさんの初心者向け解説動画のおかげです。で、質問です。なるみさんの動画を見ていると衣装紹介への力の入れ方が他よりすごいですが、全キャラ中で一番好きな衣装はどれですか？ご覧くださりありがとうございます。私の YouTube の動画は R に長く続いてもらうためにも、一人でも多くの方にアーク R を楽しんでほしいという気持ちで作ってたようなもんなんで、そうおっしゃっていただけると、もうね、動画作っててよかったなぁと。そして衣装、確かに私は衣装大好きです。アークザラット R のアップデートの中で一番神アップデだったと思うものはって聞かれたら、即答で衣装変更機能の実装って答えると思います。これのおかげで育成を進めた状態でもいろんな夢のパーティーが組めるようになりましたね。そしてこちらのお題では全キャラで一番好きな衣装ということですが、見た瞬間におおっと思ったのはイーガの星子衣装。あれはかっこいい。アーク2から10年経ったイーガが着ている服としてすごくイメージがぴったりだったっていうのも好きな理由です。 R からのキャラで言うとファンロン巫女服。もともとファンロンの大きい拳が好きで、で、この巫女服のデザイン。地の精霊を思わせる懐かしいカラーリングや造形と、長い袖とかのバランスがすごく好きです。あとは星さんのイネスとダニーロ。この二人は何と言っても武器と衣装のバランスがいいですね。このどでかい銃と、クロスボウっぽい銃と剣の両手持ち。攻撃時のアクションも、レベッカ含めた3人のやりとりも好きで、初登場時から気に入ってる3人組です。アーク R に課金したきっかけ、 YouTube で解説しようと思ったきっかけなど、アーク R 選抜 YouTuber に応募したきっかけは何？こちらの2つのお題、ちょっと近い内容のお話になりそうだったので一緒に紹介させていただきました。お題の内容に入る前にちょっと前置きが長くなります。そもそも私がアークザラット R を知ったのが、 R の事前登録が開始されたっていう発表を見たタイミングでした。事前登録だけはすぐしたけど、正直スマホのソシャゲっていうのがかなり不安だったんです。そして2018年8月23日にサービス開始、ダウンロードしてメインシナリオに触れて戦って、ああ、これ間違いなくアークザラットだって思いました。あと、ハンターズギルドでいろんな依頼を受ける請負仕事。あの時の流れや、請負仕事に出てくるキャラのセリフ回しの雰囲気や、依頼詳細の説明文とかが、アーク2やアーク3のギルド仕事っぽかったのも大きかったですね。でも一つ心配になったのが、どこに課金していいかわからなかったんです。サービス開始直後のシステムだと、言ってしまえば無課金でほとんどの要素を遊べるんですよね。でもサービスを続けてもらうためには、どうにか運営企業さんに安定した収益が出るような状況でいてもらわないといけないわけで、なので気持ち的にはできる範囲で課金したかったけど、ちょっと様子を見ていつか課金するための貯金をしてました。
そしたらですね、ちょっとまずいかもなーっていう出来事がいくつかあって、これはアクアル1年続かないかもしれないと思いました。一番大きいのはやっぱりノル登場のフェスガチャ。あれはもう何から突っ込んだらいいかわからないぐらいすごかったんで、これ以上何も言えないです。そういう他のアプリだったら一発でアウトみたいな出来事がこんなに連続で続きまくると、むしろなんで R のサービスが続いてるのかが不思議だったというか。ただ私自身はたくさんいるプレイヤーの中のちっぽけな一人に過ぎないんですよね。だからできることはといえば、自分のできる範囲で課金することぐらいしかないなと思ってました。これは私の持論ですが、ソシャゲの課金って投票権みたいなもんじゃないかなと。どんなソシャゲでもオンラインゲームでも基本は収益が上がる方向に舵を切っていくことになると思います。そもそも運営するにはお金がいるし、儲からないことにはサービス自体続けるのが難しいでしょう。そしてもし何か追加要素があった時に収益がアップすると、それが良かったと判断して似たような追加要素に舵を切る。だからユーザーがこれはいい追加要素だと思った時に課金することで、結果としてその追加要素に投票することができる。これって課金だからこそできる部分だと思います。もちろん無課金の方を否定するわけではないです。公式から OK が出てる遊び方の一つですし、その結果どういう形を選ぶかはプレイヤーそれぞれの自由だと思います。でも少なくとも自分は面白いと思うものには続いてほしいから、公式の皆さんには儲かってほしいし、こんなに楽しませてくれてありがとうって気持ちも込めて、できる範囲で正規の手段で公式の皆さんにお金を払いたいです。だからこそ自分が課金を始めるタイミングはすごく悩んだのを覚えてます。で、お題でいただいた課金したきっかけなんですが、実はもうすっごい悩んだのを覚えてるけど、実際に課金し始めたのがいつだったか記憶にないんですよね。ゴーゲンが初登場した時は素直に課金したのを覚えてます。どっかから壺を継続で買い始めて、あとはストーリー更新のタイミングとか、限定キャラや衣装が天井付きで登場した時とか、そういう時にまとめて課金することが多かったです。そしてお題でいただいたアークアール選抜 YouTuber に応募したきっかけ、これはアークアールサービス継続のために何かしたいって思ってたからというのにつきますね。まあ私の勝手な思いかもしれないんですけど、アークアールがいつ終わるかわかんないドキドキがずっと続いてたんですよ。でもただの一プレイヤーにはできることがほとんどないなぁと、なんかできることはないかなぁと考えてた時に、ちょうど公式でアークアール選抜 YouTuber の募集が始まったんです。もともと私は YouTube が全盛期になる前の、それこそスティッカムとかユーストリームが日本に入ってきたあたりからいろんな案件いただいて、配信に出演させてもらう機会も多かったですし、その後必要になって動画の編集を覚えて、今は編集側でいただく案件がお仕事の半分ぐらいを占めてる感じです。だからサービス開始当初から趣味でアークアールをゲーム配信したらどうだろうっていうのも頭の片隅にはあったんです。でもやっぱりこういうのって公式で許可がない限りゲーム映像を使うのってグレーじゃないですか。それに私の場合、自分が出る側のお仕事だと喋る場合はほぼ2人以上で、大体聞き役とか MC に回ることが多いから、自分一人で喋ることってめったにないし、動画の編集にしても先方が用意した企画や構成をもとに動画を編集していく案件がほとんどなんで、自分だけでゼロから企画して動画を作ることはほとんどありません。いろいろ考えてなかなか踏み出せないでいるうちに、選抜 YouTuber の募集と YouTube 動画の募集企画が始まったんです。あの企画を見た瞬間、これは渡りに船だなぁと。もし公式で認定していただける形なら、グレーな部分をクリアする形で堂々とアークアールを応援できるわけですよね。それまでの応援したいなぁっていうやり場のない気持ちをここに集中してぶつけられるんじゃないかと思ったんです。
まあそれまで作ってた動画と毛色が違うんで、私なんかが他人様に見せられるレベルの動画を作れるかどうかっていうクオリティ面の不安はありましたけど、とりあえず応募することだけは無理やり確定にして、あとはどんな企画の動画を作るかとか、応募するときに手持ちの名義の中のどれを使うかとか、それともアーク用に新しい名義を作るかとか、方向性を考えてました。そしてお題でいただいた YouTube で解説しようと思ったきっかけ、 YouTuber 募集企画に応募したばかりの時はどの方向で動画を作っていいかとか、どんな形で情報をまとめればアークRを応援できるかってのがよくわからなかったんです。なので作ってるうちに何かつかめるだろうと思って、とにかく手当たり次第思いつくものを片っ端から出してました。その結果特に反響があったのが、初心者さん向けの遺跡の手動攻略の解説動画と遺跡音編成解説動画、あとはルマリア文字を解読したりクロイツのスキルを考察したりした考察動画の3本だったんです。その段階で今後のアークRの動画の方向性は基本攻略寄りの解説動画が良さそうだなと思いました。考察もものすごく反響をいただいたんですが、あっちはまずひらめきが舞い降りてこないと何もできないんで、狙って常時作っていくのはちょっと無理ですね。だけど方向性は決まっても具体的にどんな動画を作ったらいいかってのがさっぱりわかりませんでした。そんな時、特に遺跡攻略についての相談をツイッターのメッセージとかでいただくようになったんです。なのでアークRの動画に関してはなるべくいただくリクエストに答えたり、いただくお悩みを解決したりする方向で解説動画を作ろうって決めた形ですね。直感なんですが、その形で動画を作るのが一番アークザラット R っていう作品を応援できるような気がしたんです。アークザラット R の YouTube 動画を作っていて大変だったこと、 YouTube 動画を作っていたからできた経験はありますか？大変だったこと、そうですね、選抜 YouTuber に選んでいただいた後から Twitter で結構メッセージいただくようになったんですが、必ずしも好意的なものばかりじゃなかったんです。というかむしろ当初いただくメッセージはどっちかといえば罵詈雑言っぽいのがほとんどでした。最初はね、アークR界隈ってこんな怖いのって驚いたんですが、よくよく見るとそういうわけではなさそうだってことに気づきました。罵詈雑言系メッセージはいろんなアカウントからは来てましたけど、その大半がいわゆる捨てアカだったんですよ。でしかも文面が似てるものが多かったんで、多分これ特定の1人か2人、多くても3人ぐらいがアカウントをいっぱい作って送ってきてるなぁと。それに気づいてから改めてメッセージを見直すと、全体としてはあったかい内容を送ってくださる方の方が圧倒的に多くてほっとしました。でも人数は少ないにしてもあまりにも頻度が多かったし、あれは割ときつかったですね。まあいろいろ来た中でも特に答えたのは、アークザラットで売名すんじゃねえ、金儲けすんじゃねえとか、あとお前の動画は気持ち悪い、気持ち悪い動画のせいでプレイヤー減るから動画作るのやめろとか、そういう系統です。気持ち的にはね反論したかったですよ。でも実際は言い返すと面倒になりそうでほぼ返信しなかったです。この辺りの売名とか金儲けとかは下手に反論するより、とにかく定期的に動画を作り続けてその姿勢を貫くしかないぞと自分に言い聞かせて考えないことにしてました。ただお前の動画のせいでプレイヤー減るってのは胃が痛くなるぐらい悩みましたね。その時は自分の作る動画の正解が見えてない状況だったこともあって、どうしたらいいんだろうって考えてました。だから公式の動画募集企画の最終選考でわざとクロイツのスキルの考察動画を残したのはそういうのが理由です。あの企画は初心者さん向け動画を募集するものだったんで、私が最終にエントリーした考察動画は明らかに趣旨から外れてるんですよ。私みたいに自分の動画に自信が持てないような中途半端な配信者より、もっと他の
堂々とした正統派っぽい配信者さんが選ばれた方が多分 RKR のためにもいいんだろうなと思いました。今になって振り返ってみると、あの頃はちょっとメンタル的にはボロボロでしたね。なんとか耐え切ったけど。で、動画募集企画の結果発表があったんですが、まさかとびっくりしました。こんな企画の趣旨から明らかに外れてる動画のために、運営さん側でわざわざ予定になかった特別賞っていう賞を作ってくださったんです。あの発表の文面を見て、そっか、私これからも動画で応援していいんだなって、なんか悩んでたものが吹き飛んで、いい大人なんですけど文字通りワンワン泣きました。企画の結果が発表された後もひどい内容のメッセージは正直いっぱい来たんです。でもそういうのが来ても、賞をいただいた時のことを思い出して、大丈夫、 R の運営さんは少なくともこの賞をくださった段階では私の動画には嫌な印象はないはずだって考えて、もう全然気にしないっていう選択肢を取れるようになったんです。あともう一つ、結果発表後にたくさんのプレイヤーさんがおめでとうとか、動画面白かったよとか、あったかい声をかけてくださったのもすごく大きかったですね。こうやって動画を作り続けられたのは本当皆さんのおかげだと思っています。で、そっからずっと手探りで悩みながら攻略動画を作り続けているうち、1年ぐらい経った頃だったかな、あ、これだっていう方向性が見えた瞬間があったんです。そっからは動画作りに迷いがなくなったし、攻略動画を作ること自体を純粋に楽しめるようになったと思います。その頃には気づいたらバリ雑言系のメッセージもほとんど来なくなってましたね。まあある意味そういう暴言っぽいのが大量に来たからこそ、いろいろ考えるきっかけにはなって、結果としては良い方向に行ったような気がします。そういうのをもらって嬉しいわけじゃないし、今も歓迎はしてないですけどね。それとお題の YouTube 動画を作っていたからできた経験、数えきれないぐらいいっぱいあるんですが、 Twitter とかで全く書いてないもので言うと、生まれて初めてオフ会というものに参加させていただいたことです。自分もともとすごい人見知りでして、今までいろんなオンラインゲームで一緒に遊ぶような方であっても、実際にお会いするオフ会とかは一切参加してこなかったです。だから R のオフ会に誘っていただいた時ちょっと迷ったんですよ。でもアーク R の界隈の方は割と皆さん大人だし、思い切って参加させていただきました。すっごい緊張して変な汗もいっぱい出てて、後から思い返すと初対面の方に対しての距離感を間違えたなーとか、変なこと言っちゃったなーとか、そういう瞬間もいくつかあって、申し訳なかったなーって気持ちもすごくあるんですが、でも初めてのオフ会はすごく楽しくていい思い出になりました。なのかさんのキャラクター紹介は性能以外についてのトークも多くて、それぞれをただの戦闘の駒扱いじゃなく生きたキャラ扱いしてるのが好印象です。遺跡オート集会のシェリルパーティーにも本当にお世話になりました。愛がこもった R の動画をたくさんありがとうございました。ところでなのかさんの声って動画によって違いません？同じ動画でも前半と後半で声が違って別人みたいに聞こえる時もあります。地声はどれですか？こちらこそ動画をご覧くださり、そして編成を採用してくださりありがとうございます。お題の声についてですが、私はもともと無意識に喋ってるとその時のテンションとかですぐに声が変わる方なんです。割と高いところから低い方まである程度は出せるんで、お仕事で喋るときは案件の内容に応じて使い分けてます。 R の動画に関しては特に最初の1年はどのトーンで声を出すか悩んでましたね。で、ある程度経った時にまあ聞きやすければ何でもいいやと思ってあまり意識しなくなりました。地声とはちょっと違うかもですが、今こうやって気楽に喋ってるトーンが普段の声に一番近いと思います。今
今のこの声のトーンだとマイクを通すだけだったらそこそこ聞き取れると思うんですけど、もしマイクを通してないとすごく細くって、1メートルぐらい離れたところにいる人でも聞き取りにくいみたいなんですよ。だから2人以上で誰かと喋る場面では、日常でも仕事でも少し声を張ったり、ちょっと大げさに喋ったりするようにしてます。あと R の動画の場合、声を取るマイクを途中でちょっといいやつに買い替えました。だからよく聞くと、とある動画から聞こえる声質がガラッと変わったのに気づくかもしれません。前のマイクより今のマイクの方が実際の音質に近い音で声を取れてるんじゃないかと思います。なるみさんの攻略動画には本当にお世話になりました。ただ最近は解説音声なしの動画ばかりで物足りないので、解説ありバージョンのストーリー動画も作ってください。ご覧くださりありがとうございます。2021年の4月末から6月末ぐらいにかけて、ほぼ1日1本ペースで動画をアップしてましたが、最近の動画がほとんど解説なしだった理由は2つあります。1つ目は、後で自分で見返すことを考えた時、ストーリーに沿ったキャラでのプレイ動画なら自分の声が入っていないバージョンで見たいなと思ったこと。これはもう好みの問題ですね。2つ目の理由は、喋りながらプレイする余裕がなかったこと。やっぱりね、事前の兆候があったとはいえ、サービスの終了が実際に発表されたとなるとショックですよ。特に発表直後、本当はアークRのアプリを触るだけで泣きそうだったんですが、今のうちにプレイ動画を残さないと一生 R のストーリーを見返せなくなるかもしれないと思って、無理やり無心でプレイして録画して編集してたんで、喋る内容は浮かばなかったというか、喋れるような余裕はなかったです。まあプレイ動画自体は全部残してますし、今ならサプライズでオフライン版も実装されましたから、解説ありバージョンのプレイ動画を別で作ろうと思えば作れなくもないと思います。ただメインシナリオ全部とかの解説は今のところは予定してなくて、時間ができたらやりたいなと思ってるのが、例えば過去に公開した遺跡の壁画考察動画みたいに、何かの要素に着目して解説したり考察したりするような感じの動画です。今回6月末までの2ヶ月の間にメインもイベントも含めて大量のストーリーを一気にやり直したり、各キャラの全部のレア度、全部の衣装のアクティブスキル、3D モデル、キャラ図鑑とか全部撮影したりしたんですが、それを通していくつか気づいたことがあります。落ち着いたらそういうのをまとめつつ、いろいろ考察というか妄想をね、膨らませていきたいなと思っています。 1. なのかさんは英語版のアーク R やってますか？ 2. 今後 YouTube で英語版の攻略動画を出す予定はありますか？英語版、もしくは北米版っていう呼び方も見かけますが、プレイなさってる方ちょくちょくいらっしゃるみたいですね。タイミングもあって英語版をプレイすることを亡命と呼んでるのを見かけた時は、なるほどなぁと思いました。今のところは英語版をプレイする予定はないです。理由は特にないんですが、プレイするきっかけもないんですよね。そうですね、よっぽどのきっかけ、例えばチョンガラの記憶浄化が英語版では実装されたとか、オフライン版で遊べなくなったとかなったら本気でプレイを考えるかもしれません。というわけで、英語版を遊ぶ予定がない以上、今のところ英語版の攻略動画の予定はないです。まあ未来がどうなるかはわからないですけどね。というわけで、のんびりと長時間お送りしてまいりましたが、そろそろお別れのお時間です。改めまして、お題をお寄せくださった皆様、ご視聴くださった皆様、本当にありがとうございました。